あの、パラプンテ、ウラレツ激烈応援チャンネルですというとこで、今回、ウラレツ予想スタメンですね、やっていきましょう。よろしくお願いいたしますと。 というところでさあ水曜日開催のマイノス戦ですね、昨日、えー、プレビュー動画上げましたけども、今回は予想先発というところで撮らせていただきます。まあ、ちょっとこの間、ね、ヘグモ監督じゃなかった、スコリゼ監督はちょっと注目の発言として、長沼選手がね良かったとか、ちょっと個人選手何名か名前を挙げて、えー、記者会見で、ね、こう褒めるじゃないけども、ね、と、えー、いうところもありました、評価上がった選手が何名かいるというところなんで、その辺もちょっと、ねえー、先発、 のところは変化があるかもしれませんさあどうなるかというところでございましてそれでは、えー、見ていきましょうかねまずこちらというところで予想先発メンバーにはなってきます横浜 F ・マイナスは、えー、前回のリーグ戦のメンバーになってきますで浦和の予想先発と今回はなってくるんですけどもまあ最終 は多分変化はないから前回石原選手もねえちょっと僕はどうなんだみたいなプレーもねあったんで不安要素は高いけどもでもというところでまあ先発でおそらく石原選手は 来ると思いますし、まあ、長沼選手に関してはサイドバックよりもサイドハーフで考えられている感じがしますので、まあ、先発で使うならウィングでしょうサイドバックは多分石原選手でいくんじゃなかろうかという予想にはなってきますで前回良かった井上選手も先発でしょうで、まあ、ホイブラさんがそう今回はね出場停止というところなんで、えー、佐藤井上のセンターバックしかおそらくえ可能性としてはなかろうというところですね。本、ま、当、あ、センターバックすい ですもんねで まあサイドバック左大畑でしょう。ここも別に選択肢としてはね、それ以外はない。長沼のサイドバックって多分ね、どうなんだろうな。スコルさんそこまで考えていないんじゃないかなっていうところ。だから関根のサイドバックみたいな感じで、長沼をサイドバックで使うときは、緊急時代があったときかな。大畑が別に今先発から外れる要素ってそんなにないんで、そうなれば長沼はまあ途中からサイドバックはあっても先発サイドバックはないのかなっていう感じがします。で まあボランチもグスタソン安いでしょう。ここに原口が入る可能性もゼロではないですけども、あんまりここは動くね、あれがない。っていうか、そもそも前回勝ってるし、前半も非常に良かったんで、そもそもそんな大きな変化があるかって言われたら、まあそうでもない。実際、スコイズ監督はね、何名か、えー、評価上げた選手、中沼選手とか名前を上げていましたけれども、実際はそんな変わらんかな。まあ勝ってるからというのもあるんですけども、まあ勝った試合、翌日、翌日はそんな変ない。 勝ったゲームはねその次いじらないっちゅうのは鉄則にはなりますんでまあ僕はそんな言うほど変化はないかなっていうところにはなってきますでまあそんな中で変化があるとしたらここでしょうかねまあまず右が大久保か長沼かっちゅうところでしょうまあ大久保のね守備力とかこのやっぱ相当マイナスは守備あ圧をね かけてきますウイングのところは相当圧をかけてきますし、この個人の能力というところは、まあ、もちろんスコの監督も、ね、分かっているところなので、特に今回は大久保のような守備で頑張れる選手、まあ、ゾーンディフェンスで頑張れる選手を配置した方がいいんじゃなかろうかというところには。 なりますますあ大久保の評価は確かにサポーターの中ではそんな高くはないし低い方かなっていう感じがしますがまあ、個人的にはゾーンディフェンスとか守備のところ考えたら大久保を使うっていうのが守備と考えればね点取るっていう意味では長沼選手とか前田選手とかの方がまあ分かりやすいサポーター向けの結果を残すのかなって思いつつもでもやっぱ守備のところとかまあトータルで考えたら大久保がピッチにいるとき安定している時、まあ、前回ちょっときもある。 いたけどもねただやっぱこう数字を追い求めるサポーターさんがいる気持ちもわかるんですよね。まあ、2列目の選手でね、点取ってほしいし、アシストもね、残してほしいみたいな、それ、ちょい、いろんな評価軸がね、あっていいと思うんです。やっぱこう、なんか人によってはね、いや、大久保評価できないなんてね、おかしいみたいな声がね、なんか、ちらっとね、前ね。 見たことあるんですけれども、でもそれって結局僕も大久保は守備のとこはね、頑張ってるし、ゾーンディフェンスやるなら大久保だよね、で、後ろから剥がすから大久保やっぱいいよねっていうところで評価はしているんだけども、でも一方でやっぱ2列目の選手なんで、もうちょっとこう得点に関与してほしいなとかね、っていう声があるのもこれ別に普通と思うんで、まあそれは選手をどう評価するかかなって別にこうね、大久保評価できないやつは、みたいな声がね、上がるのはどうなんだ、みたいな僕もね、思うんで、僕は好きな選手好きな選手だけども、でも一方でね、まあ 得点アシストもね、やっぱ残してほしいしね、っていうところがあるんで、まあね、難しいですね、評価軸とかね評価って人によって違うんで、まあ、見るところが違うんで、みんながみんな同じね、じゃあこの選手はここで評価してくれってね、なればね、あれかもしれませんが、まあ、みんな見るもの違っているし、まあみんな違ってみんないいかなっていうね。 ところで一番大久保が分かりやすいかなっていう僕は別にこう評価し僕大久保好きで評価してますけどもでも別に評価しないっていう人がいても全然それはおかしくないしあ、まあ、それはその人の評価軸なんだなっていうところでね、まあ、誹謗中傷さえなければ僕はねどんな評価をしてもいいのかなっていう感じがします。ただ 長沼の出番は伸びるかなっていうところ、一応先発大久保の予想にはしているんですけれども、ただスコウジェさんのこの辺の記者会見の感じを聞いていれば、この間数分間でしたけども、も長沼さんね。ただ、例えば分かりやすく、大久保が前半であまりにもね、よろしくなかったらもう後半45分は長沼に任せるみたいな極端な話ね、っていうのはあるかなっていう感じがするんで、まあ、長沼 VS 大久保みたいなのが現状の両者の立ち位置なのかなっていう感じが。 しますけどもね。で、トップ下は、ま、渡辺龍馬でも、えー、まあ小泉が負傷から帰ってく、負傷というか、なんか感染症まあ、コンディションが上がってくれば小泉の可能性もあるし、まあ、その時渡辺龍馬がね、ウィングどっちかに入る可能性もあるし、なんかスコルズさん的には小泉を使いたいみたいなところはね、意図としては見えるんで、小泉をトップ下で置いて、渡辺をどっ,ちどっちかのウィングで使うみたいなこともあるかもしれませんが、ただこの数日間で小泉が帰ってこれがかっとなかなか、 まあ、あえて水曜日を見据えて前回メンバー外にしていた可能性ありますけど、まあ、予想としてはここいじる必要もないし渡辺龍馬かなというところでしょうで左は松尾を連続で使うかどうかかな連戦なんでね、言うてね連戦なんだけどもただ、まあ、言うてね次1週間空くとかいろいろ考えれば、まあ、前回勝ってるし、まあ、メンバーはそんな変わらんかなという僕の。 とかこれ中2日だったらね、これがマイナスみたいに中2日だったら結構いじるかなと思いつつも、でもまあ、言うて、中3日で次1週間空くってことを考えれば、まあ、ここまでね、前回メンバー中心に頑張ってくれっていうとあると思うんで、松尾かなっていうところ、もしくはマテウスとか松原とか、この攻撃的なところを抑えてほしい、守備で頑張ってほしいことを考えれば関根を使う可能性もあるかなっていうところでしょうで。 あとはセンターフォワードはサンタナかリンセンしかいないんですけども、でも前回ね、PK とはいえゴールを決めてるサンタナをここで使う可能性もある。まあ、守備のことを考えればリンセンなんでしょうけどもね、まあでもそれこそさっき、あ、さっきじゃないか、えメインチャンネルの方の動画でも話したんですけど、まあね、なんか大久保守備頑張ってるの分かるけど点取ってないかダメだよねがあるならばリンセン点取ってないけど守備頑張って偉いねみたいな雰囲気もなんかね、どっちなんだみたいな感じが僕はね、正直ね。そういうとこもあるんで、大久保はね、うん、2列 で点取ってほしい、ゲーム取れてないからね、だめだよねみたいな、ね、意見もあれば、でもリンセンは生そんな声聞かないですよね。まあ、どうなんだというか、まあ、それも評価軸それぞれですけども、なんか、 うん、気の毒だなっていう感じがね、ちょっと大久保に関してはそこは思うところも正直、ちょっとね、俺守備でがん俺も守備で林選と一緒に頑張ってんだけども、林ンは得点決めなくてもね、許されてるし、守備で頑張って、許されてるのになっていう大久保からして思わないのかなとか、なんかなんかちょっと気の毒だなと、まあ、さっき言った評価軸はね、人それぞれだからそれはしょうがないんだけども、ちょっと気の毒だなっていう感じはね、えー、するんですけどもね。 リンセの方がセンターフォワードが点取ってもらうと困るみたいなところは正直あるんだけどもなと僕そのねなんかね違和感があったりとかするんですけどもねまあでもまあどうだろうな正直マイノスが中2日でメンバーを落とすとかまあ同じようなメンバーで来れば疲れてるしみたいなところがあるんで割と自分たちで積極的にね裏側が点取り行く形の方が勝率は高まるとか後半まあまあそうね後半勝負で考えればサンタナ控えでもいいのかなとかね思うところもありますけどもさあ まあどんなメンバー構成で来るかどうかというとこでしょうかね。はい でで今回は以上ですさメインチャンネルじゃないかもね、えー、プレビュー動画でも話はしましたけども、えー、まあ本当に似た者同士です。まあ順位的にもね、えー、近い位置にもいるし、データ的にもね同じような数字持ったクラブにはなってきます。ただ、マイナスあの天皇杯の疲れというのは間違いなくありますんで、後半落ちる。スコルジさんもそこを考えてもしかしたら後半に攻撃的な選手を一気に投入する可能性もある。それこそ先発でもうね、もう前半の守備の、まあ、前半守備で頑張って てか前半守備で関根大久保で頑張ってもらって後半も3ターンタとかえ長沼とか松尾とかこの辺のねまあえ攻撃的な選手を一気に投入してマイナスが使えるところをね一気にやってくるみたいな可能性もゼロではないですけどもねまあ本当ねセンターバッとかもこれしかメンバー的にはねいないんでまあ本当苦しいなという感じがしますけどもさあえこの人はどんなメンバーなのかというところでございましょうね。はい というところで以上です。以上、パラヴンテージェル、ウラレツ激烈応援チャンネルでございました。よかったらチャンネル登録。ちゃ